どうも皆さん、マーシーです。ということで、新しいガルパのイベントのお知らせ来ております。次回ライブトライベントパワーコードリバーブレーションということで、ラスの箱エビでしたね。また予想が外れまして、ハルハピの箱エビはちょっとねお預けという形になりましたが、半年ぶりぐらいにね開催されるラスの箱エビでございますね。イベントストーリーなんですが、学年が上がり日々生徒会で忙しく過ごすロック、そんなある日ロックはギャラクシーの常連客からサポートギターの仕事を紹介される。気合を入れてその仕事を引き受けたロックだったがということで、ロックちゃんがね初めてこうプロのギタリストとして、仕事をね、引き受けるっていうような形になっているんですけども、何かしらちょっとこう問題が発生するんだろうなっていうストーリーになってるんですが、ストーリーの内容を見る限りだと、メインストーリーとの関連付けはあまりないのかなとは思うんですが、どうなるかちょっと楽しみですね。そして新規の星5メンバーなんですが、バナーのロックちゃんとゲーム内のお知らせを見る限りですね、レイヤーさんになってくるのかなと思いますね。レイヤーさんね、最後の星4っていうのがドリフェス限定になってますから、そういう意味でもレイヤーさんでほぼ決まりかなと思いますね。そして新規の星4メンバーなんですが、チュチュちゃんなのかなと思いますね。面積見ると最近ラスの箱呼びでね、高リアリティで登場していなかった3人になってくるのかなと思います。そしてラスの新楽曲ダンシングダーリングなんですけれども、公式の譜面を見る限りやっぱりちょっとね難しい譜面になってるんじゃないかなと思いますね。サビの時点でね、だいたい500ぐらいのノート数があるので、その後どれぐらいになるのかなっていうところにはなるんですけれども、エキスパートの難易度は27以上、またはもしかするとまた28の楽曲が登場するかもしれないです。そして今回のイベントタイプなんですが、パワフルタイプでしたね。またパワフルラスがねさらに強化されてしまいますけれども、レイヤーさんがね 125% アップなので、もし 130% アップで登場すると、完全に更新されてしまうっていうところが、ちょっと懸念点ではあるかなと思いますけれども、ロックちゃんはね、どう転んでも今 110% アップなので完全にね、更新されてしまいますね。